昨日砂漠をはるばると旅のラクダが行きました。金と銀との蔵を置いて二つ並んで行き、マジウケ、歌だけがうまいんだよこの人。先の蔵には、私も小暮幸之助という元仮面ライダーという役でちょこっとだけ出演させていただきましたが、出演して話を聞いて驚いたのはですね、仮面ライダーには定年があるというのです。定年があってある程度の年になると研究所というところに癒やされるんですね。それよりももっと驚きましたら、日本全国行きまして本当に仮面ライダーファンが多いというのが気がつきます。実を言いますと、この会場でも仮面ライダーの集いみたいなのをやったことがございますけどね。なんて言うんですかね、どこ行きましても青少年にあの頃言われたもんですよ。あ、小暮幸之助だとかですね、元仮面ライダーとかなんとか言われて、ちょっといい気持ちでおりましたけれどもですね。でもそのシリーズの一番最後、最終回ですね、その事件が解決しまして、悪が滅びましてね、全員で打ち上げをやるというシーンがございまして、そのシーンがどういうわけか向こう島の料亭なんであります。そこでみんながあぐらをかいてですね、祝ってるわけですよ。そこに私の先輩のです、小暮幸之助がですね、むくと立ち上がりましてですね、とそれでどういうわけか大きなノッポの古時計を歌うんだ。その歌の設定がいまだに私は理解ができておりません。今はもう動かないその時計、100年休まずにチックタク、はい、チックタク、おじいさんと、わかりました、チック、あきら君からです、姫と道場を見つけたから力を貸してほしいと。もう動かないその時計、今宵友よ船は待てにサンタル。いや、しかし本当によかったね。これでめでたしめでたしってとこだね。ですね、うん、でもね、おやさんね、うん、小暮さん、うん、大きなマカモを30匹倒したって話、あれ、いや私は10匹って聞いてるけど、20匹足りねえな。いやー最高っすよ小暮さん。もう一曲お願いします。もう一曲、小暮さんすごいのお願いしますよ。よし、それじゃあ次は少年よを歌います。まるで透明になったみたい、